森田真由子は日本のプロダーツプレイヤー、タレント。ニックネームはマヨンヌ。血液型は B 型。身長155センチメートル。利き腕は右。イメージカラーは黄色。東京、阿佐ヶ谷、カフェバートリコのオーナー。女子ダーツトーナメント、フレッシュ、主催。6年間所属した芸能プロダクション。 株式会社ワールド PS から2020年3月31日をもって独立してフリーとなった。三股学園中学校高等学校卒業。中高では作動部に所属し部長も務める。初めてのアルバイトは中学生の頃から憧れていた秋葉原のコスプレ喫茶でモドメイド。明治学院大学芸術学科在学中に 東日本大震災で大学が1ヶ月休校になった際、友人の働くダーツバーに遊びに行ったことがきっかけでダーツと出会う。大学在学中にプロ資格を取得。大学を助籍となった時に改めてやりたいことを考え、25歳までにプロとして生活できなかったら諦めようと本気でプロとして活動することを決め、2013年より、 プロダーツトーナメントソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン、ジャパンレディースに参戦。2015年によりソフトダーツワールドチャンピオンシップシリーズザワールドに参戦。ダーツ人口3倍計画を掲げ、ダーツを広めるために各種メディアに出演するほか、女子限定のダーツトーナメントや初心者向け体験型ダーツイベントなどの活動を行っている。 中学生くらいからカフェをやりたいという夢がありつつも、試合で地方に行くことが多いため、店を一人では営業できないと思っていた中、店長を任せられる人を見つけられたことにより2019年2月11日にカフェバートリコをグランドオープンした。店名のトリコにはダーツの3本のや店舗が3階にあること、店長、前平真、オーナー。 森田、スタッフ、江ノ木と夏美の3人の思いの詰まったお店として、スタートさせること、お店に来たお客様を、ダーツの虜にしたいという思いが込められている。女性が安心して、ダーツを楽しめる場所が、まだまだ少ないダーツ業界の現状を有料し、女性ダーツプレイヤー同士の交流を育む場所、またライバルや仲間を作る、出会いの場所を作るべく、 ダーツが大好きな女性のためのダーツトーナメントとして女子ダーツトーナメントフレッシュを開催している。2018年3月21日に開催された第1回は女子学生トーナメントであり参加条件が学生兼22歳以下定員32名とされていたが2018年9月9日の第2回は年齢制限を撤廃し 参加者は女性のみで100名を超える大規模なものとなった。また、第2回からは男性の見学も入場料を支払うことにより可能となったが、ナンパ行為等は強く禁止されている。第3回として、関西での開催が2020年3月22日に予定され、クラウドファンディングも行われていたが、新型コロナウイルスの影響により開催は延期された。森田は、 フレッシュ、以前のアルバイト時代にも女子限定ハウストーナメントを行っている。下記はいずれもに BA の使用。ありがとうございます。